天王寺に来ました。気がするも自分のことね、栄養取るのも自分のこと、精子出すのも俺ね、俺もすごいですよ。芦屋のね、300坪のね、66層のお嬢さんとデートして3回、それでフラワー教室行ったらね、当たり前だのクラッカーみたいなあのおっさんと一緒になってるけどね、俺あれ引っ掛けますわ。1メートル68あるんですわ、スタイルでね。ほいで物事しとるからね、芸能人引っ掛けでもお抱え女優2人もいるしね、別に彼女は募集してません。彼女は100人も200人もいる。今もフェイスブック友達申請来たけどね。だから徐々に用になっていくと、ニーハオシエシエね。あの子を見るとあれも目指すわ。誰とか芦屋の女ね、芦屋の女ってすごいですよ。こんな西成ともわけ違いますわ。ここは西成区ね、天下の西成区。まあそういうことで皆さんも頑張りましょう。あのなんていうかな、ベビーカー高いんですよ。お姉ちゃんスタイルいいな、なんか金持ちはスタイルいいとね、そういうことですわ。以上そういうことでね、今日のタクボ君は今日50万ぐらい買ってますわ。これね、俺これ負けてもらったんですよ、3万の1000円だからすごいな。あれ消えたか、これ人からもらったらすごいです。この方はねもう100万ぐらい以上だから、だんだん良くなっていくと。自分のことは気づかないね、足も出てる、いろいろね、そういうことでございます。俺いつかね、ルイ・ヴィトンね、この品物みんなくださいでいきます。俺も性格的にね、寿司屋行ったらね、この端から端までみんなください。だから光くんは抜きますわ今日ね。ほいでね、そこで仕事したいんやけどね、まだバッテリーがあるからね、これも仕事のうちですよ。私 YouTube 投稿したらね、可愛い子ちゃん撮るでしょ、この人で。YouTube 投稿したらね、なんつうかな、わし金になるからね、それでします。それでこの間電子書籍でね、もう2万円入ってます。すごいでしょうね、内訳言うと。電子書籍20万。それから今度、奨学金じゃね、10万円ね。かれこれ40万ぐらい入ります。要は金ね。お姉ちゃんスタイルいいな。まあそういうことで、以上ね。後ろから来たら、うんうん。なんか、映るな、人間って。